아, 여러분, 저희는 지금 똥 머뭇이 집에 가고 있습니다. 메타포타 히사스이고링. 메타포타 히사스이고링. お母さんの犬も見て弟も帰ってきたんですよ。あのバブ同棲、同棲いらん。ゲンオルジラン主に頃が見ていろんな国ほぼ全世界を回ってきた。でもお母さん、家めちゃくちゃジブリっぽいですね。めちゃくちゃかっこいいよね。わ、お前まだ変わってる。これもめっちゃおしゃれ。これめっちゃかわいい。これがあの20万の幽閉してすごい。ヴィンテージとかなんですか。すごい。わ、여러분、チェジュドへと参加です。チェジュド。すごい、これかわいい。などこういうの家欲しい。すげえ。かわいい。クンカンクンカン。え、お母さん、こういうのにクニャン照明。あ、クニャンじゃない、ただの照明。うわ、ちょっと家やばない。あれはなんなんやろ。すごい、蛇とか。すごい、でもめっちゃおしゃれやし。あ、これ、イケアの照明ですよね。すごい。何もあげようと思って置いとって。え、何なんですか。もしかして。なんで。でもめっちゃ綺麗。これ、友が。お母さんに書いてあげようみたいな。これ、お母さん優しい。3歳か、4歳。その頃の俺にお母さんがそういう風に見えた。天使だったな、今は。いやいや、もう化け物、すでに化け物やから。いや、これもしかしてハート。あ、ハートじゃん。B じゃない。ハート。B なんけど。何それを餃子ちにあげんの。餃子ち。俺、おかんのために作ったんじゃん、それ。あ、うるこ。増えてる。器用。なんか納豆みたい。レゼン。レゼン。桜やん。うまそう。ゆえい、細すぎる今。プロにって。ヨインさん、10キロがバドだったよ。10キロが。あ、うまいな。うま。久しぶりに食べてほしいよな。うまいな。うわ。やば。やば。シューマイがめっちゃ美味しい。やば。カメラ。わ、ゼバ。カニの爪がついてるらしい。え、すごい。うまい、かくれ。ちんちゃんピンクの味やな。うん。なんか、ちょっとだけ食べようって言ったのに、ドーナツさっき全部消したの。ほんま。うん、これ、ハンクロや。フジ。ピンク味で。いや、でも、ハッピースプリング。もらえん。あー、まちゃーん。はい、ちょっと一緒に。え、めっちゃ可愛くない？カフェ。え、うわ、すげえ、めっちゃ松やん。かわいい。についていろんなようになってるやん。よし。後ろかわいい。チョコすんなー。シューマイクバーン、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 バーン。めっちゃうまっ。めっちゃ美味しい、このシューマイ。え、ちんちゃんめっちゃ美味しいんだけど。シューマイどれ？ん？食いました。あ、もうなくなったの。ユーヘス好きやったの。めっちゃ美味しい。キラリ。うん。今日いただけるやろ？うん、爪が入ってる。めっちゃ並んでるね、ここ。うん。俺学生の頃から。お母さん、大沼さんが好き。学生の頃さ、お母さん今コロッケと納豆置いてるの覚えてない。ほんで、いつも俺なんか味物足りひんなと思って、ほんでコロッケの上も納豆かけて食ってた。いや、うまいよ、意外と。似てるっしょ。美味しい。めっちゃ美味しい。やってみる。納豆。コロッケ一つ一瞬でいける。うまい。ほなコロッケ納豆丼みたいな。確かに。開発したら。かわいい。あんたと髪の毛似てるやん。あ、髪の目線して。おばあさんみたいと思っちゃう。こう座ったらおじいさんあれ。なんやお前。不正。もう置いてから吐けよ。不正。
야무슨공부예요영어중국어야뭐중국어야 아이고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 왜저래왜저래한국어한국어해라한국어해라누나가오또또니김바다에아따마니클르っていうガチの意味じゃない分かる分かる아무김바야무김바ふざけ半分にムカつく鼻につくぐらいあ、そうやってすぐ吸い上げるのマジ金歯だで分かったふりするのマジ金歯だなるほどけうっかお前使ってみるんじゃお前の存在金歯だよなんでそんなこと言われやなお前急に悪口じゃん金歯だそんなのそんなのなんかめっちゃ韓国人みたいな言い方するのマジ金髪さすがこいつさすが言語の天才やん言語の力あるからなあー今パーケーだミカンミカンあそこ何あるっけわからないなわかるやろ俺が言ってることめっちゃぬくいせやろ俺これもうどこでも言ってるからえどこでも言ってるどこでも言ってるウィルの声やウィルの声でちゃユガもやスコットひどいみんながめっちゃくちゃ待ってるその気になってた昔からそうようでしたハンバーグちょうどくんちょうどくんのメッサよ感謝せよあまりじゃらぶったのにまだちゃんと習ってみてせん感謝せよ韓国って言ったら分からへん俺マジでハンバーグさマジでハンバーグだけうまくできひん卵終わりましたえ黄色いの使えへんうんお母さんの黄身だけうわやっぱここから違うやっぱ違うねおかわいい納豆も効くか納豆もハンバーグ効く一緒にえこのミンチに混ぜる前に主に何グラムですかミンチ適当これ700何グラム適当でも大丈夫よう思えよこれ牛乳パン粉湿らせてちょっと置いといてふんこううわ全然違うよくしようもに出る料理方法と全然違うよくでこれちょっとなるほどね玉ねぎレンジでチンした炒めてもいいんやけどめんどくさいからやっぱめんどくさいよねうんえ、玉ねぎは何個使いました？半分、2分の1できるだけ細かく、これは1台1なんですか？パン粉とお母さんいつも適当そのフィーリングが大事クレイジーさあー、ともちゃんが好きなでかっ、なんかでかっ D4 でやんやん700g やからね胡椒ナツメグナツメグ大事ねクミン、ナツメグってあるよ2大巨頭みんな入れへんと思うけどウスターソースでおお来た来た来たお母さんの長年間のね来た来た来たもみもみ先ね潰すように人の温度あかんみたいだからあんまり長いことやってで混ぜるとあんまり手につけてなんか入ってないでおおでこの時に空気を抜かないといけない叩きながらそう結構いっぱいやった方が空気抜けるほらあがんのあなたんまんすごい可愛い顔してたなんでうるさいと思うなよゆんちゃんみたいにあのなんて聞いてなんかえすごい完璧えそんな上手いこといくともちゃんもこうなれるんかしらでもあれの時から比べただいぶあのオムライスを見たらカレーもな最近トムちゃんのカレーめちゃくちゃ美味しいよかった綺麗うーわ玉ねぎがなんか大きく生の玉ねぎやったらそのトゲトゲして空気が入るっていうかな隙間ができるああなんかできるだけしんなりさしてあそういえばなんか俺玉ねぎのせいでなんかみんな空洞ができんうーんいややっぱ料理奥深いっすねうん見てるかわいいあボケちゃったやん熱くないよなっての別にわぁすごいあなんか全部可愛い統合が100均ダイソーでーすうわ可愛い
その返し、うん、え、すごい。これも可愛い。これも100均。へぇ、自分ようなんか安くそういうのそういうセンスあるよ。これ弱火今せやな、あんまり強火にしないかな。うわ、めっちゃ美味そう。ミンチ大好物。だから油が出ちゃうんだよ。まあ油が出るからあかんねんな。うん、これもまあまあ出ちゃってるな。で、何その人、おもろいな。そのすごい、そっから出るって煙が。うーわ、うわ、めっちゃうまそう。怖いじゃない。いやー、ダメだ。あ、ちょっとやられてくる。誰をやられてくるんですか。私、お母さん、お母さんが言うわけないでしょ。お母さんが言う。あ、こんなに油。あ、飲みて。油？どういう感情の顔してるかわかるか。眠い。何？お腹空いてる。ほんまのハンバーグをマンデルンバンバー教えてめっちゃ嬉しい顔。どこが嬉しそうやねん。まんじゅう、これで俺は天才料理人。うん。チャンニャンニャン。ははっ、ちゃんなーにゃ、覚えてしまった。編集しながら聞いて、なんかいい音のやつ覚えるの。あんなめっちゃいつも悪いやつだけ、バンバン覚え出して、ニャンニャンニャン。トラバンセブン。ニャン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 。こんな場してよ。なで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 ー。あっ、うんよ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 ん。じゃあ、トムちゃん、時計を。これ見たったんや。ほんまやん。いや、俺も納豆みたいな。うわー、うまそう。これ何なんですか。野菜ブイヨン。あー、ブイヨンね、うん、なんかあの野菜スープとか作るときに。おあ、ほんですか。ですか。すごい。自分もキーリングやん。ほんまに超適当。砂糖、うん、ちょっとね、うまそう。おー、でもいつものやつやん。うわー、味見しながらどうします。いつも食べてたハンバーグ。おー、うまそう。ドロブン、手巻きちょー。パスタも、あ、パスタも見てよかった、自分。トマトパスタ。お、なんかうまそうなサラダやん。うーわ、よくつみだー。来ました、来ました。あー、うまそう。あ、これ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 、うーん、すみ。あ、死んでました。おいしい。あ、うまい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 。パスタめっちゃおいしい。いや、やっぱカレーの風味あってな。うん、このハムうまい。うん、ちゃんぐちゃんぐわがうまい。パスタちゃん、あ、幸せ。あ、こんにちは、うまい。賑やかですの。体作りって筋トレが全てじゃない。食事があんまり半分にしても夢あるかもではない。지금저렇게화내고있는이유동생이세수하고스킨케어안했다고하니까저렇게잔소리중이에요그러니까みんな一回太ってからめっちゃ筋肉ついて。아크인거다대박이다멋있어때아래좀더만드야오미왜응맛있는거같아맛있는거같아맛있다좀더카드나는거야약간水타나는거うん、うまっ。いや、これめっちゃかわいい。あ、ひんちゃんめっちゃかわいい。あ、いい。ありがとうございます。これめっちゃかわいいですね。はい。セリアで100円です。ともちゃんもああいうの貼ったらね。できないの、最近。ティークで。前と全く同じ。ケーキは店内で滑って作る。そうな匂い。あ、うわぁ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 。雰囲気いい、雰囲気いい。日本じゃない？うん、いい感じ。あそことよく似てるな。
メガネどこ行ったっけ。お前やん、どうやんこいつ。あ、やばい、じゃあいつもやばい、ツッコミ方がやばいって。はい、あ、僕ドラえもんじゃなかった。これが季節限定カキ人気。でもめちゃめちゃ多いんじゃん、今日日曜日だから。カキフライ一つ行きます。うん、美味しい。うん、美味しい。これで、めっちゃうまい。な、全然あんねよ。あ、全然。寝るまんね。あ、おりね、괜찮ね。説明は完璧な説明ないんだけど。冗談っぽく言うと、ほな、もうムカついた時さ、韓国語あれがやばだーって言ったら、オープン、わーうまそう。ほんまね、いろんな、もちろん、鶏の釜飯。うん、この人混ぜなかったんだけど、うん、美味しい。ご飯すげえ心温まる味。うん、いい味やな。うん、米マジ美味しい。うん、違うな。私やばいって自分なあ。うわうわうわ、イプダン、すごい。お母さんと話がすごい、かわいい。わ、ジブリみたい、ジブリ。うわ、かわいい。いや、それも。お母さんの話聞けん。お刺身を食べるお醤油だ。おお。ここにね、わさびもつけた。あ、すごい。これはお刺身の時だけですよ。かわいい。こういうの小学生の時。嘘、小学生の時使ってった？はい、そう。かわいい。かわいい。え、なんか日本の幼稚園ってこういうの手作りで作らない？え、本当ですか？お母さん用作らんからネットで買ったけど。手作りのやつは。そ, それがいいんじゃない？絶対そっちの方がいいやん、でも。上手に。上手に。お母さんが好きなオーガニックの店らしいです。お友ちゃんも買ってよ、お母さんのおすすめの。お母さんと同じものを取る。こんなんばっかりやったな。え、本当ですか？オーガニック、オーガニックばっか。すごい。オーガニック食いながら育てられた。なんか超綺麗。クリーントン。次からもうダーティートン。味のお母さん、味の母。味の、ドロブーン、おすすめらしいです。だから醤油とか入れる前に肉じゃがとか何でもするけど、めっちゃ体が楽になるやん。ちょっと癖あるからいいんじゃない。え、さっきのおかげ。すっごい味やね。でもめっちゃアミノ酸とれるから、体が楽になるって言って。楽やな。大きいよ。何、いちご大福の店あれ。お、いちご大福食べたい。マジでめっちゃかわいい。え、めっちゃかわいい。私は普通のあんこ。あ、クリームチーズもうまそう。キュキュチェチェ、かわいい。うわ、うん、見たことないクリームチーズ大福。美味しそうだな。うん、食べにく。うん、うん、あ、クリームチーズうまい。なんちゃん、クリームチーズうまっ、うん、カスタード、うん、もうあのバズった。
カスタード。嘘。うん。うまい、ここ。何にする？맛은소문아이스저는호또맛있는데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 맛있うわ、俺も行った。すごい。ほんまや。すげえ。初めて。ダン。うわ。エヴァ。うわ。一緒にいてる。めっちゃ大きいやん、こいつ。大きい。ほんま、お、おまですか。うわ、やばいやばいやばい。やばいやばい、あいつ。うわ、この車びっくりしたんじゃん。どっかで言ったの。めっちゃ走るやん。一緒に行くために。うまそう。おまけ。これアイスうまくない？マジで気持ちいい。うん。うまや。おいしい。あ、行こうや。そうよ、ほんと。ほうほうほう。お母さんも持って食べてくれ。いや、ありがとう、ありがとう。でも、ほんまに。めっちゃうまい。これは、やっぱうまい。うまい。あ、この抹茶アイスうますぎ。一緒に行きましょう。待ってはないんですけど、いっぱいいっぱいかも。あ、一つ空いてる。あ、でもめっちゃ楽しみ。めっちゃお腹いっぱいだったのに。もう食べるな、皆さん。最後来たんいつやでしょ。弟と来たの最後に。クソからから。1年ぐらい経つ？そんなにおかしい。なにそんな。ちょっとユインちゃんのこれ、ユインちゃんのあれをデコレーションしてみる。白菜なんなんやん。甘酢。あうん、それ教えちゃったら見せた。あ、マジで美味しい。いい油。めっちゃ美味しい。何やった？ちょっと食べてみよう。これだけやる。うん。うん。あるかもね。なぎやりちゃん。ジョジョーン。バラコンハトーン。出てやばい。うん。めっちゃいい。なんかでも前なんてちょっと違いますよね。毎回パズルです。おお、うわー、これうまそう。でも、マジでうまそう。あ、そう。うん、これは食える。コモが学生の時からドロップストアでいろんなやつを。ワックスター中毒者やった。今も掃除口いっぱい買うんじゃないんですか、ロボ。前も一緒だったらしいです。わ、私は使うやつをずっと買う派なのに。いや、やっぱいろいろ挑戦せなさ、やっぱ分からんよ。経験が大事、やっぱ使う。じゃーん。ね。うーん、で、2個ずつ買いましたね。最高なんすよ。あー、これちんちゃん、仕方によ、ロボ。どうしたんだね。うわ、うん、ダメわ、1個ずつ食べよう。もう食べちゃおう。うまっ。ほら、目そらすね、これ絶対かわいい。やばマジで違う。うまっ。こっち向いて。
Thank you.